はい、こんにちは。こんにちは。はい、今回私が平野さんの代役でですね、はい、司会進行を務めさせていただきますんで、よろしくお願いします。はい、編集部の三原さんです。はい、平野さんは今日はいらっしゃらないということで。そうなんです。忙しいよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあいつものやつよろしくお願いします。はい、みなせきのキーポイントです。超久々、めっちゃ久しぶり。2月頭ぶりですよ多分。そうですよね。すごいですよね。2月に頭も超久々だった。もういらないのかなキーそんなことないですから。なんでそんなネガティブになってるんですか。やらさんが言う。え、いや私こう見えても非常にね明るい編集員として通っておりますのでそうなんですかね。そうですよ。じゃあ早速あのパネルやっちゃってください。はい、ででん、今週の新刊紹介です。はい、笑いすぎ。おかしくないですか。なんで僕がやるとこうなるんですか。はい、じゃあ3冊ありますので、はい、まず一発目。はい、いつものこちらから。はい、でじゃん、オートスポーツ2018年5月11日号です。はい、今週のオートスポーツはレクサスの RC、 いや違う、 LC500 ですね。 LC500 と RCF を比較した特集となっております。はい、2014年から16年まで走った RCF と2017年以降走ってる LC500 のビフォーアフター。そうです、まあ、ちょっと中身開いてみてください。この辺に、確か この辺ですね。そうですね。しかもこれすごいのが完全に同じ方向からのショットなんで、ここから、はい、そこからですね。で、次のページ。完全 RCF と完全一致。一致する。の角度。はい。からの比較。そうです。分析したりしてるんですね。はい。はい、で、他にも、あの、開幕戦で優勝した景品。あ、お二人のなんかすごい、はい、インタビューが載っております。たくさん、てんこ盛りな感じで。はい、ここからですね、終盤で刺さったパーツについてもいろいろ語っているんで、うん、あれびっくりしましたよね。いや本当ですよ。何ってこの2人とかね、はい、スーパーフォーミュラ開幕戦の情報も入っております。はい、 GT もフォーミュラもホンダ勢が優勝からのスタートになりましたね。うん、そうですね。本当ホンダがすごい調子を伸ばしてきたんで、うん、まあその詳細はそのオートスポーツをご覧いただければと思います。ちなみにですね、このオートスポーツにはこちらのミニポケファイル GT500 ミニポケファイルがついてます。はい、まあこれはちょっとこのサイズだとチケットがちょうど入るものになっておりますので。確かになんかこの年になると仕事以外だとこのサイズの方が助かるかもしれないですね。はい、カバンの中にこれを入れといてではチケットがしわくしゃにならないというものになっております。うん、領収書とかめっちゃ遊べそう仕事目線ですねめっちゃいいですよね。領収書にめっちゃいい。そう、ね、これは今週の金曜日、はい、4月27日ですね。はい、4月27日発売です。じゃあ続きまして、はい、まあまあそれでこっちからでしょ。そっちから行きましょう。じゃん、 GTスーパー2018スーパー GT 公式ガイドブックです。はい、今年も出ますので。はい、ただまだ残念ながら考慮したんですよ、ね、した、はい、はい、それでまだ現物の本がないので、はい、とりあえず表紙だけ、はい、とりあえず表紙だけですね。けどこれは何、付録が大好評ダブル特別付録、はい、5月始まりの GT カレンダー&出場全車騒乱ポスター、表裏でスーパー GT500 クラスと300クラスのポスターと、はい、うん、その500、うん、そう、5月始まりの GT カレンダー、うん、そうですよ。しかもそのポスターはいわゆる全車見せの状態なんで、今シーズン参戦する車両を一気に見ることができるものです。うん、でそれに加えてインタビューもこれで、はい、平川選手、ロニー・クインタレッリ、山本選手、はい、3名によるインタビューも載っておりますので、読み応えはかなりあると思います。はい、これは GT の前日、5月2日発売です。はい、で富士の
GT でもオートスポーツブース、はい、うん、オートスポーツブースで発売しますので、はい、ぜひゲットしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後に あら引っかかっちゃいました。これできたばかりです、はい、できたてほやほやの考慮したばかりかな。考慮さっき考慮した、じゃじゃん、スーパー GT レースクイーン、あ、ギャルズパラダイス2018スーパー GT レースクイーンオフィシャルガイドブックです。はい、今年もいよいよ出ます。毎年恒例のこのレースクイーン辞典のような、うん、はい、岡山で、登場したレースクイーンを全網羅しておりますので、はい、まあ中身もちょっとそこの左にページがありますので、ちょっとパラパラっと、あ、苦手なやつだこれまあまずやっぱりコース上での集合写真に加え、毎年恒例のこの、はい、これ、そうです、これじゃない格好かで、各チームごとに、レースクイーンをカタログのように、あ、各チームこういう感じでですね、はい、はい、調んでみることができます。できます、パラパラできます、成功したことがないダメダメですね、全然見えないし顔が見えないっていう、はい、こんな感じです大体、はい、はい、足しか見えない足だけの方がちょっとセクシーじゃないですか、ね、うん、こんな感じで、はい、皆さん、はい、これ富士で先行発売なんで、はい、はい、ね、あと付録ですね。で、この特別付録がなんと H の開けます、ね、どうやったらいいかな、じゃじゃーん、はい、もうちょい下ですね、ここそう、その辺、それで全員大きすぎてもう私いなくなったんですけどこんな感じのセクシーセクシーセクシーって書いてるなんか夏コスだったら分かるけど冬コスでセクシーってこんな書くってぐらい書いてるポスターになります。夏コスだったらもっと増えるんじゃない、うん、もっとセクシー増えちゃう、うん、そうですね、そんな感じのポスターが付録です、はい、なんか、まあ、去年はちょっと記憶にないんですけど、私レースクイーンしてた時、うん、なんかレースクイーン大賞の人たちとかこのセンターとかだったんですけど、うん、今年撮ってるとこ行ってみたら順位って去年、そう、去年のマシンの順位で並んでたから、うん、おーと思って、そうだ今年は違うな、レースクイーンがどんだけ頑張っても、うん、チームが頑張ってくれないとこのいい場所には行けないみたいな、そうそうそう今までと違うと思いました。まあ、あの時めちゃくちゃ寒かったですからね。え、この時そうそうでしたっけ、そう、待て、本当ですか、この時間帯外出てました井原さん、撮影場所は寒かったですよ、うん、撮影場所は寒かったですけど、この時は別にそこまでそんな寒くなかった気がする、うん、なんですって、私もね、コスチュームが結構変わってきて、うん、ARTA とかすごいですよね、雰囲気ガラッと変わって、ガラッと変わりました、はい、ね、あのイベントブースのオレンジがなくなって全部、うん、かっこいい感じの、かっこいい、5月8日発売です、はい、こちらも富士ではオートスポーツブースで、はい、先行発売ですね、ガイドブックと同じように先行発売、ガイドブックは先行発売じゃないけど先行発売してるので、お手に取ってじゃないな、ご購入ください、よろしくお願いします、お願いします。さて、初めてやりましたけど結構大変ですね、これ初めてでしたっけ、一回なかったでしたっけ、あれですよ、新刊紹介は初めてですよ、あ、そうだ、あれだ、ノブアツ選手、そうですね、が来てくださった時に、うん、何ですか何はい、ちなみにどうですか、キー様、あの開幕戦行かれましたよねはい、行きました、はい、どうでしたか、取材は、なんか去年までは GT とか行って、開幕戦は去年はプライベートで行ったんですけど、うん、今までプラ、うん、じゃあ、うん、アートスポーツライブのビゲッターとして行って時は金曜日とかにインタビューしたり、うん、なんかそのインタビューとか取材に駆け回ってたんですけど、今回はいろんな新しい試みがあって、セッション中の
コメントライブに参加したりとか、知ってます？モータースポーツチャンネルのコメントライブ見てますか？誰に問いかけてるのか分かんないけど、はい、見てますか、はい、それに私もコメントライブに参加させていただいたりとか、うん、なんか今までイベントブースにも走っていったりとかしてたけど、そんな時間一切なくって、あとはあれに初挑戦したんですよ。なんですか？決勝後の2位3位囲み会見、うん、おお、はいはいはい。なんかその表彰式があるじゃないですか、うん、であのあとメディアさんとかに向けた優勝者会見が毎回あるんですけど、そっちには結構毎回行かせてもらってたんですけど、2位3位の囲みっていうのに初めて行って、うん、どうでした？なんだろう、そのもう肝っ玉巻き差しでゴイゴイ質問に行かないと負けてしまうんだなって実感した。そうですね、もうあっちゃこっちゃでもう取材が始まるんで、とにかく突っ込まないといけないですからね。それでなんか注目のね、ジェイソン・バトン選手が今回表彰台に開幕戦から上がって、うん、そのバトン選手にインタビュー行かせてもらったんですけど、結構みんなすごいじゃないですか、ガーって質問行くじゃないですか、うん、もう隙を見るのが大変。ああそうですね、わかりますよ。まあ木井さんはおそらく次戦もう行くと思うので、またそこでいろいろやってもらえればと思います。はい。頑張ってくださいね。富士。はい。もう来週ですね。そうです。来週富士です。はい、さらに言うと、MotoGP スペイングランプリもありますので。はい。ゴールデンウィーク過ぎ、え？週末ですよね。そうです。週末ですね。レッグのスパもありますんで。ああ、そうですね。中島和樹選手と小林亀井選手はそちらに行きますんで。じゃあ締めちゃってください。はい、それではバイバーイ。前回うまかったんですけどね。